様、列車は豊橋駅を出発しました。次に停車しますのは浜松駅上り北番線です。東海道新幹線では16号車方面を東京型、1号車方面を大阪型と呼び、この列車の進行方向左側を山側、進行方向右側を海側と呼んでおります。時折進行方向右側に海、すなわち太平洋がご覧いただけると思います。浜松駅上り北番線はいつもご利用いただいております。浜松駅の大阪型約3キロの山側に位置しているということが言えます。この浜松駅上り北番線は浜松工場へ入出場する列車が使用いたしますので、浜松駅上り北番線への停車をお客様に体験いただけるのはこの浜松工場通常列車だけです。
浜松駅上り七番線に到着いたします。浜松工場入場列車ならではの浜松駅上り二番線への到着電車をどうぞお楽しみください。浜松駅上り二番線を発車しますと、いよいよ浜松工場に入ります。この列車は浜松工場の04番線と呼んでおります。車庫に入ります。浜松工場04番線到着後は一部のドアが開き、お座りの座席の降車ごとに降車いただきます。降車いただきます順序やドアについては到着後に放送でご案内いたします。お席でしばらくお待ちください。降車後には乗車証明書を皆様にお配りいたします。また切符をお持ちのお客様は回収ボックスを設置しておりますので、そちらへ切符をお入れください。切符のお持ち帰りをご希望のお客様は出口付近の係員へお申し出ください。降車いただきました後はドクターイエロー車体上げ乗せ作業の実演をご覧いただきます。
浜松工場04番線に入ってまいります。それでは皆さん、浜松工場入場線から西岩第一踏切を通過し、浜松工場04番線への特別な旅をどうぞお楽しみください。そうだな、ヨーロッパ。まもなく先頭車両から西岩第一踏切を通過いたします。西岩第一踏切を通過し、浜松工場04番線へと入ってまいります。皆様、写真撮影お忘れないでしょうか。またしっかりと目に焼き付けておいてくださいね。両サイド、浜松工場のスタッフが皆様をお出迎えするために大きく手を振って皆様をお待ちしております。皆様も車内から元気に大きく手を振って挨拶してくださいね。
バイバイ。
通常の駅ですと、ドアが開きますが、これから車両の